短距離、マイル、中距離、さまざまな路線をかけてきた馬たちが集う安田記念。期待のスピードで駆け抜けた昭和最後の名マイラー。1988年日報帝王、天才と怪物、ゴールデンコンビが劇的勝利を飾る。1990年オグリキャップ、雷神の轟、1マイルの風を切る。1996年トロットサンダー、2頭の壮絶な叩き合い、周年で G1 初勝利を挙げる。1999年エアジハード、信じて待った2度目の栄光、2歳王者が執念の返り咲き。2002年アドマイヤ孤児院、真の王者に距離の壁なし、さらに広い世界に羽ばたく。2013年ロードカナロア、末足信じて叶った願い、大外一気に G1 初制覇。2017年里のアラジン、最強牝馬の称号は自らの手で正攻法で完封。2020年グランアレグリア、長く鋭く突き抜けてマイルの新女王誕生。2022年ソングライン、